大竹のもっと言いたいた放題月曜日はこの時間も引き続き経済アナリスト森永拓郎さんです。はいどうもということで今日はですねいいすちょっとインフレの話をしたいと思うんですけれども、はいえー、今月から食品だけで6500品目以上が値上がりしただけじゃなくてあ、はい、まあ外食吉野家マクドナルド、えー、くら寿司寿司ローも スカイラークっていうかガストとかもうあらゆるところが値上がりしたんです、はいね、でもう,もうこれは大変だと暮らしていけないぞっていう声が、まあ、世論調査だともう7割に、はいえー、及んでいて、まあ、政府も物価高対策に出るっていう状況になってるんですけれども実は9月の26日に日銀の黒田総裁が会見をしてですね、はい えー、年明け以降物価を押し上げている要因は弱くなるため消費,者消費者物価上昇率が2%割るのは確実だつまり物価上昇率ここ年明けとともに下がっていくっていう発言をしたんですでこれをほとんどメディアは無視したんですよこの日銀総裁の発言をただ私はこれは正しいと思っています。ね もっと言うと来年中に物価上昇率がマイナスになるつまり物価が下がっていく可能性っていうのも十分あるんだと思っているんです。でそれなんでかっていうと今の物価高って二つ理由があるんですね。一、はい、つは資源高、はい、まあ石油の値段とかトウモロコシとか小麦とか、はいはい、もうあらゆるものの値段が 上上ががった、はい、これが物価上昇ののの理由の3分の2です、はい、で残りの3分の1が円安が進んだっていうことなんですけれども、はい、この資源高の方が今どうなってるかっていうとですね、はいえー、例えばニューヨークの、えー、原油1バーレルってワインたる1たるの、はい、石油がですね6月5日まあ, <laughs> あ4か月前ですかね、はいえー 1> 1バレル120ドルルドドだったんでですす今、うん、つまり3分の133%も下がっているんですよ。はい、えで、うん、さらにですねこの原油が下がると天然ガスとかみんな連動していきますからガソリン灯油、はい、都市ガスみんな下がっていくんです。で、はいね、小麦の価格も5月17日が1ブッシェル。 1>, えー、1袋12.7ド,ドルだったんですけど9月末で9.0ドル、えー、これも 29%3 割ぐらい下がっているんですねでそのほか商品トウモロコシだとか食用油だとかもうほとんどの国際取引されてる商品はみんな23割は値下がりしてるっていう状況なんです。 じゃなんで今値上げすんだよって思われるかもしれないですけどこれはタイムラグがあるわけです、ね、例えば石油にしても、うん、その海外で引き渡された石油が。 タンカー乗って、えー、日本に入ってきてでそれを石油を精製してガソリンスタンドに行くまでに何ヶ月もかかるわけです、えー、小麦も政府が、えー、とりあえず買い取って半年間の平均調達価格を民間に売り渡す時に決めるわけですねだから最大半年のタイムラグがあるわけです。でこれれ加工食品ととかかにになるとさららその原料を仕入れて原料料を入て 製品にするるままででたちょっとと時間がかかるっていうことでまあざっくり言うと半年前後のタイムラグっていうのが我々の,その購入する価格とえ原材料の世界での取引価格の間にはラグが生まれちゃうんですよ。だから放っておいても実は来年は今下がっているその国際商品取引価格が我々の暮らしに反映してくるので。 まあ下がっていくのは確実なんですでただ問題は円安なんですけれども、うん、そのせっかく国際取引価格が下がってもどんどん円安になってったら相殺されてチャラになっちゃうんですけれども、はい、この円安の方も私は長続きしないと見ています。でそれははでかっていうと今アメリカは 物価を落ち着かせるためにどんどん金利を上げていくわけですね,ね一応今年の年末で短期金利4.5まで引き上げる4.5%、はいえー、で、えー、多分来年初めぐらいまでは引き上げを続けるでしょうから、はい、そうするとですねアメリカの長期金利が6%ぐらいになった時、はい、アメリカの過去の株式の平均利回り6%なんです。はい ということは固定金利の国債とか債券と本体がどんどん下がっていくかもしれない株式とどっちを取りますかだから美穂さんが迷った時にですねこっちは下がりますよでもこのアメリカの国債を買えば毎年確実に6%つきますって言ったらそれは国債買う人が増えるんですね現にもう増えてきてるんですよ。 そうすると株式を買う人がいなくなるから株価がドーンと落ちてでそれに焦ったアメリカの FRB っていう中央銀行が金利を下げに行くそうするとアメリカの金利が下がるから日米の金利差が縮まって再び円高に向かうっていうのが多分来年半ばぐらいから起こる事態なんですねでそうすると円高になっていきますから日本の物価っていうのは えー、原材料価格は下がる上に為替も円高になると一気にマイナスになっていくと私は思っているんですがなぜかメディアでこの話をしているのは私だけななんんんででですすすメディアはそれスルーするんですかーんあの多分ですねメディアは視聴率を取るあるいはその、えー、駅売りの新聞を売るためには半年間の我慢ですよ っていうよりもそう大変だわ吉野家は上がるしガットは上がるさあどうするって言われるうが売れるわけですので視聴者も見てくれる値上がり値上がりですみたいな方がなんか見るのかしらみんなニュースをそう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 で政府のせいだっていうふうにだから私のとこもいろんな新聞とかですね雑誌とか 取材に電話かかっていくんですけど「いやおう年も経てば下がりますよ」って言うと。うん ボツになるっていう文化<ー>放送はボツにならないんで、ね、<laughs> <laughs> そのまま言ってるんですけれども <laughs> いい <laughs> あのだから半年間大変だと思いますよこれからあか<あ>これから今,今大変今今のの年末に向けて高いっていうのは辛いわねここの救済がどうなんですかね救済ねあ。だからその安いところを<ー>、えー、見つけて買うっていうのがあ,<ー>あるいは,やはり安い方法を取る 例えばねマクドナルドは10円から30円上がったんですよみんな。でも唯一上がってないのはマクドナルドのアプリを使ってクーポン取るそうするとなんとハッピーセットは400円で食べられる円で実はチーーーズバガと。 まあのチキンナゲットかどっちかを選ぶんですか。はいはい、でドリンクは S ですけど、はいはい、いろんなのが選べます。うん、それからサイドサイドはポテトの S か <S、うん、<S サラダか、えー、ヨーグルトすごいお詳しい <laughs> 枝豆コーンまで選べたと <laughs> 枝豆コーンまで選べるんですか。あでもクーポンの入ってますアプリはその三つでそこそこお腹いっぱいになるのに、うん、そこに おもちゃがつくおもちゃがコレクターですキラキラさせ始めたから何かなって思ったらおもちゃです今はリカちゃんがプラレールを選んでお詳しすぎるはい。で、そんなのいらないよって思う人はこれはある程度数貯めて メルカリで売るっていう無駄に捨てるとかじゃなくて完全に今もうマックの話の限定のマック定のこの救済済済済みのも使ってもだから半年なんだから頑張っていろんな策を講じて乗り切りましょうよこちら側ね確かにそうですちなみに来年半年後はもしかしてコロナがかなり落ち着いてるかもしれないじゃないですかちょっと何か変わるんですか えだから物価が下がるので、はいえー、暮らしはしやすくなるんですけど、はい、怖いのは、えー、その強いデフレ、まあ、強硬状態になっちゃう可能性があるので、はいえー、な会社をクビにならなかった人はいい時代になると思います。 結構大変かなっていう気はしますけどねもう、あのー、本当に辛抱し,しまくりで大変ですけど皆さんね本当にねお時間来てしまいましたはい、はい、大竹のもっと言いたい放題でした明日火曜日は武田佐哲さんがいらっしゃいます森永先生には2時の時報までお付き合いいただきます